今回はどんな賑やかなイベントなんだろうな。あれあれ、旅人にパイモンじゃない。偶然だね。道端でこけたらモラが落ちてた時よりもっと偶然。ちょうどあなたたちの話をしてたんだよ。久しぶり。その様子だとまた道中面白い物語をいっぱい仕入れたみたいだね。うんうん、僕が思った通りだね。さっきは何の話をしてたんだ。遊ぶとこか、美味しいもんの話か。ふふん、それはね、とある一人の旅人が彼の仲間と二人いろいろな国を旅して回り、三種の友と出会い、五つの湖と六つの海を越え、七転び八起きに九死に実証を得て。なんでだんだん悲惨になってくんだよ。近頃石門中で美味しいお酒とおつまみが話題でね、急遽みんなで八杯七献とお酒を飲んで六詩を五つ書くことにしたんだ。四方その通り、モンドとリーゆえ合同開催のシーカ大会なんだ。回答祭の時僕とフータオが交わした約束を覚えてる？うん、機会があったら一緒に詩を読もうって言ってた。まさに、あの晩餐でウェンティさんからただならぬ風雅さと品格を感じ取ったの。これはもう貴重な知識を得たと思って、それで今回ついにそのチャンスをつかんだってわけ。同志であるこの私自ら玉境内にお願いしたり、セピロス騎士団に連絡したり、シーカを分かち合い仲良くするという原則にのっとって開催される、その名も両国シーカ握手歓談会。変な名前だな。リーユへの詩は広く知られていて、一方モンドは詩とお酒の都として名高いからね。せっかくの交流の機会なんだからできるだけ賑やかな方がいいでしょ。僕とフータオは司会をやるんだ。と言っても僕はリーユへの詩の韻律を勉強したばかりだから、さっきのはちょっと拙なかったけどね。またまた、ウエンティさんのさっきの返し超イケてたよ。えへ、褒めすぎだってば。なんだか面白そうだな。オイラたちも参加しようぜ。ひひ、なんたってオイラお前の腕前を知ってるからな。この前だってすぐ下の句を返してくれただろ。ほうほう、才能あるじゃん。どうやら本番はもうちょっと難易度を上げなきゃだね。そっか、お前たちシーカ大会でやるイベントのことを話し合ってるんだな。あれあれ、パイモンったらすごい、どんどん賢くなってる。まあ違うんだけど。え、待てよ、ハズレなのか。実は僕たち特別なゲストを招待しようと思ってるんだ。言ったはずだ、我は行かないと。ショウ、いたのかよ。我は詩を書いたことはない、ましてやその論評など。それに我は合唱を追う者、人間が多く。そう言わないでったら、何事も初めてってのがあるんだよ。誰しも地に草一つ、木の仙人様は直接お顔を見せなくても近くの山とかから応援してくれるだけでもいいんじゃない。こんな旅館に近いこともめったにないんだし、面白いものもたくさんあるみたいだよ。降りてブラブラするにはちょうどいいでしょ。それにかの名高い旅人もいることだし、何にも心配することはないよね。考えておく。そろそろ時間だし、君たちは会場に行ってみなよ。結構いっぱいお友達が来てるみたいだよ。そうそう、私はウェンティさんと開会の詩について話し合いたいし、ちょっと遅れるね。仙人様にももうちょっとダダをこねられるかもしれないし。うん、じゃあオイラたち先に行ってるぞ。おや、これはこれは、どうやら今回のシーカ大会は、ヒヒ、行秋と趙雲も遊びに来たんだな。もともと山へ鍛錬に行こうとしていたんだが、途中で当選簿されて。そんな言い方はないだろう。これは二国間の友情を深める盛大な会なんだ。妖魔に邪魔をされないようにするのが。それにこれを機に世の義教心ある人々と知己になれたら
素晴らしいことじゃないか。さっきだってあのモンドの助教がどのようにしてあれだけ重たいものを持ち上げていたのか。ノエルのことか。あいつはすっごく力持ちなんだぜ。おや、二人の知り合いだったのかい。はあ、わかった。でも調べると約束した件は忘れないでくれ。え、何のことだ。もちろん忘れていないよ。パイモンもそうせく必要はない。ん？リオナ、旅人にパイモン？あなたたちも来たんだ。リオナはお酒を作りに来たのか。そう、私は今回のイベントのためにキャッツテールから派遣されてきたの。モンドの酒造業を代表するバーテンダーってわけ。モンドの酒造業を代表？オイラの知ってるディオナならもちろん嫌だよ。でも私にしてみればこれはモンドの酒造業をぶっ壊す千載一遇の大チャンスなの。それってつまり。いろいろ変なものを入れて超最悪なお酒を作っちゃえばモンドのお酒なんてもう二度と売れなくなるんだから。ああ、まあ逆効果になる気がするけどな。見てて、今度という今度はこのチャンス絶対。ちなみにリオナもみんなと塩作るのか。しか酒場で吟遊詩人が歌ってるのを聞いたくらいで。じゃあ一緒にやってみようぜ。絶対面白いぞ。いいよ、時間があったら言ってあげる。ノエル。あ、旅人さん、パイモンさん。お二人も両国シーカークシュ歓談会へ。その名前言ってて変だと思わないか。代表だなんてそんな大層なものでは。僕たちはセピロス騎士団として派遣されてきました。会場の秩序維持と現場の設営のためです。これら机と椅子は全てノエル先輩がモンドから担いできたもので。その僕は何も。そんなことはありません。会場の選定や配置ができたのはミカ様が事前に測量をしてくださったからです。多大な貢献をしてくださっていますよ。いやいや、そんなのいけませんよ。というかそんな風にかしこまった呼び方はしなくていいですから。なんだか一日中こんなやりとりをしてそうだな。団長様から仕事を終わらせることも大事ですが、その上でいろいろと見て回ったりシーカ大会にも積極的に参加するようあってですが、私は普段詩というものを書かないので。実のところ僕も同じ心配をしていまして。オイラたちも参加する予定だぞ。なんたって旅人は天才的詩人なんだからな。本当ですか。それではそのよろしくお願いします。もしかして詩を書くことも一人前の騎士として必須の教養なのでしょうか。そんな大げさなことじゃないと思う。まあとりあえずそういうことで、また後でな。はい先生方、何とぞ。ミカ様に先を越されてしまいました。私もお二人にぜひご教授いただきたいです。風はシーカと音符を携え見知らぬ国へと吹き込んだ。水の中には魚が2匹、お腹いっぱい食べたとさ。風象徴は金の羽衣、瑠璃に小さな明かりを灯す。米粒さらった山柄さったイノシシ根っこを掘り出した。皆さん、リーユエとモンドが合同で開催するシーカ大会へようこそ。その名も両国シーカ握手歓談会。私たちは今大会の司会者、リーユエの路地裏に潜む詩人フータオと、モンドの酒場に佇む詩人ウェンティだよ。今大会の趣旨は両国がシーカを通じて仲良く交流することさ。たくさんのお友達と知り合って楽しく過ごすのが何より大事だよ。誰もがみんなお客さん、楽しまなくっちゃ意味ないじゃん。みんな安心して、詩を書いたことがある人もない人もこの大会で
活躍できるチャンスがあるんだ。僕に言わせれば、詩に最も大切なのは気持ちだよ。自分が普段心に秘めている気持ちや、なかなか言えないことを表現するものなんだ。みんなに楽しんでもらえるよう、私とウェンティさんでテーマを3つ準備したの。これを3日に分けて1つずつお知らせするよ。それでは早速、1つ目のテーマは詩の謎解きです。謎解きか、面白い。ウォーミングアップには確かにいい選択だ。ふう、いきなり詩を書かされるわけじゃないんですね。皆さん、会場に吊るしてある提灯には気づいたかな。まずは謎解きのお題をみんなで提灯にぶら下げて、そしたら私とウェンティさんがその中から出題するから。じゃあ早速時間をあげるから、謎解きのお題を書いたり飾ったり歩き回ったり話し合ったりして、正解が最も多い人には賞品もあるよ。それでは両国シーカー握手歓談会スタート。どれどれ、この提灯にぶら下げてあるのは、悠々たる故郷を忍び、つやつやたる花は満ちる。客人といえば、いかにもリーユへの詩人が書きましたって感じだな。僕もちょうどそれを見ていました。リーユへの詩は、時々理解の難しいものがありますね。夢、天、何か鳥の種類に関することでしょうか。大体の意味だけど、家から遠く離れてて、咲いたら広いとこを埋め尽くして、それでもってすっごく高く遠くに飛ぶ。さすがはパイモンさんです。やはり私は日々の研鑽が足りていないみたいですね。ひひ、そこまですごくないぜ。リーウェイに何回か来てたら。あ、わかります。僕も大団長と調査に出ていた時、いつの間にか現地の風土に影響されていたことがありました。でもこの謎かけ、一体何のことだ。高く遠く飛ぶもの、私はまずタンポポが思い浮かびました。それは一理ありますね。モンド人にとってタンポポは思いを遠くに運ぶものですから。ですが、いささか単純すぎたかもしれません。こちらは DA 風のお題ですので、あなた様はどうお考えですか。わかりました。では答えの候補の一つとしておきましょう。なるほど、ウエンティ様がおっしゃっていたことですね。解釈が理にかなっていて。ひひ、本当の答えが何だって、謎を解いてく過程も結構おもし、他のお題も見に行ってみようぜ。はい、私もモンド風の詩がないか探してみようと思い。ここに書いてあるのは、読みにくい字だな。カクカク四角で切り餅みたい。ごまとか胡椒が入ってる。一粒一粒、読んでたらよだれが出てきたぞ。しかも食べるだけで頭が良くなるなんて。パイモン、謎解きというのは表面的な意味をなぞるだけではダメなんだよ。え？じゃあ、行く秋は何か分かったのか？それは、このお題は、さっき行く秋が貼り付けたものだ。おお、行く秋のお題だったのか。お前ならもっと文学って感じの詩にすると思う。今回のイベントは交流がメインだ。モンドの友人たちもそれなりに来ているから、万人に分かるよう書こうと思ってね。ひひ、じゃあ、答えをこっそりオイラに教えてくれないか。それはできない相談だよパイモン。おとなしく正解の発表を待ってておくれ。今度ケチボン、納得がいかないのならパイモンもお題を出してごらんよ。やってやる。ビビてなんかないぞ。旅人、オイラを手伝ってくれるよな。そう言ってくれると思ってたぜ。君たちの試作の腕前、期待しているよ。はん、次に会うときは勝負の舞台だからな。
ついお題を出すって言っちゃったけど、他の人が書いたやつを見てインスピレーションを探してみようぜ。体は小さくて4本足、草を食べないし水も飲まない、お客が来ても無表情、一日中人を運んでも使う、なんかの動物か？それはね、椅子。リオナ、もうわかったのか？それともこれ、お前が出したお題だったり？違うよ、急にひらめいたの。お店の子猫たちをしつけるとき、よく言うから。椅子さんたちは、お仕事で疲れてるから、足で爪を研がないであげてって。なるほど。謎解きってのは、ミスリードでみんなを惑わすんだな。あなたもお題を出すの？おう！リオナのおかげで一つ思いついたぜ。私も何か考えた方がいいかな。ひひ、早速ぶら下げたぜ。リオナになら答えを教えてやってもいいぞ。別にいいよ。私は商品なんてどうでもいいもん。そうか？じゃあオイラたちそろそろ向こうに行くぜ。うん、楽しんでね。やあやあ皆さん、もう十分見て回れたみたいね。そうそうそう、こちらにご注目。私とウエンティさんでみんなが書いてくれたお題を一通り選んだよ。ついでに私たちのも入れたし、ぼちぼち抽選を始めます。選ばれたお題の出題者は最後に答えを発表してね。正解を言えた回答者は1点獲得できて、正解が出なかったら、もちろん出題者が発表した答えもみんなが納得できるものじゃないとダメ。そういうこと。じゃあ問題なければお題の抽選を始めちゃうよ。僕でも分かるお題でありますように。あれ、もしかしなくてもこれは早い者勝ち。オイラのお題選ばれるかな。第1問、どれどれ。おっと、これは面白いね。お題もだけど字も独特で、カクカク四角で切り餅みたい、ごまとか胡椒が入ってる、一粒一粒口にしたなら食べた数だけお利口になる。ゆうこあきの書いたやつだ。早く答えないと先を越されちゃうよ。答えはピザだ。ピザ。ブブー、出題者が言うまでもなく不正解だってわかるよ。ピザがどうやって頭を良くしてくれるの。おまけにお題のは四角いんだよ。その異国の料理は丸いでしょ。そうだけど、でもピザを食べてると楽しくなるだろ。わかったよ。おいら焦って適当に答えちゃったぞ。何か他のお料理でしょうか。いえ、これは謎解きです。こんなことなら普段からもっと本を読んどけばよかったぜ。どうしたんだよ、何か思いついたのか。あ、おお、そういうことだったのか。本だ、答えは本。こんなにすぐ正解されてしまうとは。これは僕の自信作だったんだけどな。おっと、出題者が正解だって認めたみたいだね。よし、じゃあパイモンが1点獲得。は、本だったのか。はあ、僕ももっと頑張って考えれば。ひひ、オイラたちはすごいんだぞ。お前はすごいんだぞってことだ。この1点はお前のおかげだぜ。では、2問目は僕が抽選するよ。次は、僕もすぐ答えるぞ。万人の高き雲より上、幾々たる静寂の中、孤独の寒地に一人佇む。聖剣皆、聖品なり。あ、それは？わかります。もうこのお題を話し合ってたみたいな反応だな。これは上の方の寒いところにある
食どうぞお先に。ミカ様はセピロス騎士団の正式な騎士であり。いえいえ、そういうわけにはいきません。思いついたのはノエル先輩の方が早かった。私の答えも正しいとは限りません。それに回答のチャンスをつかまれたのは。そうは言ってもですね、やっぱり僕は。うんうん、大会の場でこんな譲り合いの精神が見られるなんてね。じゃあ同時に答えを言ってもらおうかな。二人とも正解だったらそれぞれに一点ずつってことで。ああ、いつの間にかそんなことに。どうやらグズグズしすぎたみたいで。ではノエル先輩。はい、私たちの答えはセシリアの花です。正解に近いんじゃないかな。高いところに咲く花に人々は美しい意味を与える。セシリアの花は多くの人が心の中で思う。だけど正解と認める人が出てこないということはまだ出題者の意図とは違うのかな。他の答えはある？間違っていたんでしょうか。やっぱりリーユへの植物精神かな。この詩には心の中にも心の清く澄んだ印象が。そう、これは私が出したお題よ。答えはまさに精神。そんな、行く秋に先を越されちゃったぞ。でも司会者さんの説明を聞いて思い出したの。セシリアの花については以前に本で読んだことがあるわ。確かにこの描写にふさわしい高潔だから、モンドのお二方の答えも正解にしたいわ。本当ですか？ありがとうございます。出題者がそう言ってることだし、3名の回答者がそれぞれ1点獲得だね。やばい、行く秋に追いつかれた。おお、そうだな、その通りだ。第3問は、お、なんだかふわふわした字ですね。空は飛べても翼は持たず、浮いてる間は疲れ知らず、お腹はモラでパンパンで、海に落ちたらゴボゴボ拾えないもの。オイラのだ、オイラが書いたお題だぜ。うん。どうしたんだよ、なんで誰も何にも言わないんだ。お題が難しすぎたのか。むしろ信じられないほど簡単だと思うよ。本当か。じゃあ答えは何だ。答えはパイモンだろ。え、うん、パイモンだろ。私もパイモンさんだとばかり。実は僕も。違うぞ、どう考えてもオイラなわけないだろ。パイモン、君の背中に翼はあるかい。で、ない。パイモンはいつも飛んでいるけど疲れを感じてはなさそうだ。パイモンさんはよくお食べになりますから。それは旅人様のモラが。騎士団の先輩方が話しているのを聞いたことがあるんです。パイモンさんは海で旅人さんに助け。待てよ、そこまで言われると本当にオイラなんじゃないかって気がしてきたぞ。違うんだって、オイラのお題の答えは軍玉角なんだ。空に浮かんでるあの軍玉角。そうなのかい。でもやっぱり僕はパイモンの方が適切だと思う。もっと言えばこの詩にもう二つ句を足したら。足す？何を足すんだ。旅人サイドの優秀ガイド、みんなが称するおしゃべり上手。ふい、そんなの付け加えてもいいのか。お前もそう思ってくれてるのか。よし、じゃあ発表するぞ。このお題の答えはみんな大好きパイモン。うんうん、じゃあみんな大好きパイモンと正解を言い当てた全員1点獲得ね。ひひ、詩の謎解きって面白いな。行く秋には勝てなかったけど、オイラちょっと賢くなった気がするぞ。な、
と趙雲が何かを調べようとしてたよな。趙雲、ゆかき。おや、パイモンか。さっきはいい勝負だったね。あわや負けてしまうかと思ったよ。お、商品をもらったのか。そうなんだ。もし欲しいならパイモンに譲ってあげてもいい。本当か。何をもらったんだ。それはね、この同種自ら提供した王城堂高級サービスプランをご購入でもう1回分タダになるクーポンだよ。パイモンったらそんなに興味を持ってくれるなんて。いらない、いらないぞ。お前らがもらっとけよ。そうかい、なら遠慮なくもらっておくよ。うんうん、しっかりしまっておいて。このサービスのすごいところはね、呼べばすぐ来ることなんだよ。あ、運が良ければ。パイモンは僕たちに用事があって来たのかい。はん、お前にじゃないぞ。オイラたちは趙雲を探しに来たんだ。ああ、あのことか。じゃあパイモン、ここで今一度謎解きに興じるのはどうかな。お、延長戦ってわけだな。あやかしのようであやかしではなく、魔のようで魔ではない。眺望すればたゆたうごとくよりどころなく、よりてはたちまちに失せて影もなし。それは外にいるちっちゃいお化けとか魂のこと。どうやら僕が話した方が良さそう。実は今朝野外で修行をしている時に人ではない何かを見かけた。支えもなしに宙に浮かんで、その体は透明に近かった。僕は思った、ついにこの純陽の体を恐れない妖魔に遭遇したんだと。全く聞いていないようだった。一体何なのか近づいて確認しようとすると。それは確かに幽霊のようなものじゃなかったの。うん、あれには明確な実態を感じた。それにもし幽霊なら僕を見た時点で逃げていくだろう。はあ、僕は軽率だった。あの時はつい興奮して正体を見極める前に動いてしまったんだから。自分を責めるなよ。見たことのないものだったんだ。そういう反応になるのも無理ない。それに僕たちは今こうして真相解明に最善を尽くそうとしているじゃないか。ウェンティさんはどう？趙雲の説明で何かピンときた？同志さんはどう思う？何か心当たりがあるんだ。絶対に確信があるとは言えないけど、少なくともリーユエで言う妖魔じゃないとだけは言っておこうかな。うん、そうだ、この探し物を明日のシーカ大会に取り入れるのはどうかな。え、外で遊びながら詩を書くのか。惜しいね。いいアイデアって何もないところから湧いて出てくるわけじゃないんだよ。みんな今夜はちゃんと休んで。こいつもう視線が酒場に行ってるぞ。